そひとつないまっすぐの空、久しぶりに近所僕らと何も持たず出かけたブラッド、駐車場ドア補助なしのチャリ、何度もこける少年を心配そうに黙って見てる一つの影、前にもこんな光景はどっかで見た、背伸びしても届かない背丈、昔俺も触れたことがあった、夕日が二つ照らした影はあっという間にすれ変わった、同期の女の子ユリアと一緒にラジオライブにしてます。